もう始まってる感じでいいのこれは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。久しぶりの岐阜県の心霊スポットにやってまいりました。岐阜県まだあったよね。でもさ、心霊スポットっていうほどじゃもうないんだけどな。まあ、さあ着きました、駐車場に着きましたっていう時点でかっちゃんの心が半ば折れかけてるような状態で、もう何か怖いっていうか、やばい空気がプンプンしてるから、先に体験談とかそういうのをね説明しちゃいましょう。してその後にもう好きなだけ言ってください。今回に関しては何もとがめない。今回来たのが秋川ダムでいいのかな。自殺する人が多く、過去には死体遺棄事件などもあったため心霊スポットとして地元では有名になっている。実際に心霊現象も数多く起きているようだ。実はここのダムができる以前からこの場所には曰くがあった。1960年頃に妊婦を乗せたタクシーがここの川に転落。どうやって転落するやん、こんなとこから。どういう運転したらお前ダムに落ちるやん、ここ。そうね、タクシーだもんね。うん、まあもっとなんか危ない道だったんじゃないその当時は。言うて1960年、今が60年前か、やばいな。1960年頃に妊婦を乗せたタクシーがここの川に転落、うん、翌日運転手の遺体が発見されたが、妊婦の遺体が発見されることはなかった。泳いで運転手じゃなく妊婦の方がスタミナあるんか。その事故からこの辺りではずぶ濡れの女性の霊が目撃されるようになっている。もう妊婦じゃねえのか。まあ女性ではあると。これだとその要はタクシーが川から落っこちて要は溺れ死んだっていう展開じゃないですか。うん、その亡くなり方をしたらちゃんとそういう水に濡れた霊っていう感じで見えることはあるんです。水難で死んだ人が水に濡れたような状態でっていうふうにあなたの目で見えたりするの。水がポタポタして垂れとるとか。そうそうそう。ああ、なんか水関係で死んだんだなって一目で分かるような、そんな。ああ、それは分かる。だけどポタポタ、水がポタポタは分かんねえな。要はずぶ濡れの女性の霊があってあるから、何かしらそういう、なんだろう、これは水関係で死んだっていうことが分かるのか、単純に見た目が濡れてるっていう話なのか。見た目が濡れてるっていうのはそういう霊は見たことある？よくあるやん、車をそっと後ろを見たら車が濡れてたとかって。あれおもらしかなと思っとるもん。前のお客さん。いや、なんかさ、水難だからっつってさ、うん、なんかポタポタ落ちとる、水が落ちとるとかって言うけど、俺はただ、あ、この人は苦しんで死んでる、あ、水の中で苦しんで死んでる人なんだなとか。それは何でわかるの？そういうなんかオーラを放った状態で見えてるってこと？そう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 。ああ、うん。水がポタポタっていうより、だって水ポタポタ落ちんやろ、幽霊から。そもそも水もしっかり死んでらっしゃるっていうことだよね。だよな。霊体にくっついてるあたりで。あ、おかしいやろ。一緒に水も近くの水もお亡くなりになったんやっていう。おかしいやろ。逆に言うと。どうなんだろうね。そういうのは本当にそういうゲゲゲの鬼太郎とかいうアニメ口調に寄せた結果なのかなと思うけど。だから思い過ごしなんだろうな。他にもここのダムが完成してからも、うん、マラソン大会の看板設置中に、うん、関係者が車にはねられて死亡する事故が起きたり。それは偶然やろ。ここのダムの底から女性の遺体と生後4ヶ月の女の子の遺体が発見されている。それは何、みんな飲み水として工業水として使っとるわけ。これが本当の怖い話。やめろ。怖いな。それ言われたら水道水飲めなくなるよね、ワンちゃん。ワンちゃん飲めんやろ。どこのおめえダムも、ね、そうなっちゃうと。心霊現象としては運転中に人影が飛び出してくる、女性の霊が出没するなどの噂がある。噂だぞ、また。だからこの謎を解明してやろうと本物のね霊感ある人を連れてきてるわけですよ。もうだからあれ
極端な話、ここを歩きます、車で通りますして、あなたが何もねえぞって言った瞬間、もうこの探索は終わる。噂って一番怖いじゃん、世の中で。そういう噂に振り回される俺らみたいな連中がいるから、この記事書く人たちは儲かってるんですよ。そう、この辺りですね、これがダムですね、はい、うん、いかが、霊感感じます？感じなさそう。霊感ないけど感じなさそうっていうことはわかる。でも実際死体遺棄事件とかはあるらしいですからね、記事を見る限り。そう、ただね、この死体遺棄とかそういうのもね、あれだ、改めて調べ直すとね、記事が出てこなかったりするんだ。死体遺棄っていう、死体を捨てようともやっと出るな。まあ確かに広いですからね。よいしょー、怖いな。後ろからトーンされたらすごいビビるパターンや。水切ったね。水切ったね。よいしょよいしょ。あー、確かに見えてる。高さも広さもあって、うん、下行きはできるけど、これ逆にで、いや、まあ下行探してんじゃないんですよ。あの霊感的に幽霊さんたちいらっしゃいます。これ夜来るの？あなたの発言次第。そりゃそうだよ、あなたがここに何もいねえって言ったら俺夜来る意味なくなるんだもん。いや、夜いいわってあなたが言っちゃったら、もうそっかって視聴者さんにも納得してもらうしかない。あの、霊感ある人がそう言っちゃったんだよっていうしかもう俺も言えないもん。こないだの神社同様、相当セリフに困ってんだ。えなってやべえな。今の感覚では、はい、全く霊感も何にすらも感じません。はい、記事書いた人で。本当に幽霊見たんかな。噂がある。体験談ですらある意味ないからな。そういう事故があったかどうかは本当かどうか知らんけど、60年前にこれ車がここ走ってたとしたらどうやって落ちるんや。そうっすよね、別にそのなんかあの車道のギリギリにそういう水があるわけじゃないですもんね。そう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 、割と離れてるもんな、うん、まあな、確かに人を殺してさ、ここに捨てとけば分からへんわとは思うけどさ。そうね、いきなり見つかることはないね。かといってそこで殺されたわけじゃないからさ、ここで。おうおうおう、確かにだろう、殺してここに持ってきてって、そういう山の中でもね、そういうなんかあるっすもんね、うん、そんなとこに幽霊が出るわけかねえやん。その殺されたとこにさ、魂が残るって、うん、霊感が残るなら、その人の家で殺されてってここに持ってこられたとしても、その人の家に霊はおるわけで。そうそうそう、だからここに出るわけねえだろ。あれ、俺ら何しに来たんだって。このダムだったらあっちのダムの方がすげえな、三重県のあのダム。あのダム、はい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 、はい、あっちの方がまだお前霊気感じるぞ、うっすらと。 Wi-Fi で1本や、向こう、こっちゼロやもん。あの、向こうですら Wi-Fi は1本なんだ。 Wi-Fi はアンテナ1本や。うん、だって自殺しとるわけでもないもん。あれ、でも自殺があるみたいなあれもあったけど。そう、自殺、ここでは自殺ないぞ、こっちじゃないんじゃないの。自殺する人が多く、過去には死体遺棄事件などもあったため、心霊スポットとして地元では有名になっているって書いてある。ここで自殺なんか、だって このコーンでは自殺したとこ見えないもん。向こうじゃねえのかな、ここかねえ。ああ、あの、今車走ってるわな、橋の方。確かにあっちだったらな。で、じゃあ、さっき言ったここに来る直前にトンネル通ったと思うんですが、うん、あのトンネルも一応心霊スポットという体になってまして、そっちの体験談も今ちょっとここで行っちゃいましょうか。うん、自殺はしたるのは
分からんでもないと思うけど、かといってそれが出とるかって言ったら出てねえと思うけどな。もう自殺した人がいたとしてもそれはなんか別に不幽霊に残るようなスタイルの死に方でもない。じゃあ本当に穏やかだな、さてはここだってみんなが騒ぐほどさ、あの13、14でも、うん、青山トンネルでもみんなが騒ぐほどのトンネルじゃないじゃん。13、14はともかく青山トンネルに関してはヤバいのいるんじゃないの、あれは。いるけど、そんな人を襲うとかさ、人を立てるっていう幽霊じゃ、心霊じゃねえじゃん。あれ一人なんかそういうやつがおるって言っとらんかったっけ前。それは大したことないじゃん別に朝鮮トンネルに比べや。ああ確かに、あなたに実家来ないもんな、うん、俺に歯向かってくれやつはみんな怖いそうねだけどここは全然そんなバシッと感じるほどはない。あゼロゼロ前もあってん、 あそこのあの平の池、ああはい、手前の池、うん、あれもなんかの噂噂って言ってたやん。違うよ、あれは単純にあの池行って気分悪くなった人がいるとかいう、多分平からの音量、あの呪いがダダ漏れてるだけだと思う、ネガティブがあの池までダダ漏れてるだけだと思う。あそこ行った人がこうダム行ったのかな。みんなスケートするにはちょうどいいねここじゃやるかって、向こうまで走ってもらうよって最近インラインスケート極めようと思っとるだよ、ね、それは動画で公開しとくべき。俺するよ、流すよ俺どうする、ガチでインラインスケートでこっから向こうまで走ってくれますちょっとやってみよう俺、どうせ時間あるもんじゃあ俺は、はいはいはい、カメラ何やってるの、いるんか、カメラで何撮ってくるんや俺は。一人向こうまで走ってきて、まあ、景色も恥ずかしい。じゃあ行きます。ちょっと待って。ただらぬ、なんか。霊的なものを感じるっていうか、あれ？なんで？ちょっと待って。あれ？なんだろう、
ぱうまいよね、あなたは。ね。はい。タクシーを呼んでる嘘じゃねえかもしれない。タクシー、え、イチボチャした話？うん。まんざら嘘じゃねえ。向こうで何かあったの？あの辺。あの、あっち側か、あっち側の線路か。あっち走れたんじゃねえかな、前は、昔は。え、あの白いガードレールみたいになるとこじゃないの、うん、え、今も走れるんじゃないのあれ。わかんない。あの先、あの陸橋の手前で帰ってきたけど。タクシーは。あ、クッソ遠くまで行ったね。うん。通りでなかなか帰ってこないわけだ。あの辺まで。うん、まんざる嘘でもないさ、そう。なんかそんな気配を感じた？うん、気配しちゃう。まさかの。それビデオカメラで喋ってくれた？喋っといた。あれ？よし。っていう感じ。いや、よかった。今ここで報告されて、あのビデオカメラで喋ってねって言われたら、どないしようって。え？そこまではないな。はい、どうも。はい、終わりました。終わりました。何もねえ、ここ。でも、まんざら60年前のそのダムのあの車に落ちたっていう事件は、事故は、まんざら嘘でもないかもしれん。まあ、似たような、その、実際、落ちて、その、溺れた人がいるっていうところまでは本当。いや、溺れてない。そのまま車の中で死んでるってやつ。衝撃でお亡くなりに。そう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 。そりゃ水に濡れた例には見えねえな。あれあれ水に濡れたっていうのはな、本当にあれは本当なのかなっていつも思う時あるんで。まあ夜来ることはないぐらいの。ああ、なのかな。事故が、事故はまあ実際あったよぐらい。よ、あったよってぐらい。浮遊霊がおるわけでもないし。あ、こんだけ広いけど浮遊霊もそんなにか。うん、ただの水たまり。でもまあこういう緩い探索久しぶりじゃないですか。ああ、てなわけで噂に流されるのはやめましょう。はい、そして、ここの何ダム、これ秋川ダム、秋川っていうの、わかんない。まあ肝試しにもなりませんし、心霊スポットとしてもなりません。まあでも本当にね、ここはあの、うん、成功か失敗かって失敗です。来たのがあの夜晩はないです。ないです、言っときます。そんな無駄な1時間はない。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません。